はい、どうもどうも、どうもこんにちは。はい、どうも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 、どうもこんにちはね。こんにちは、どうも、セルゴージです。いつもね、ちょっと元気出しすぎてたんで、今日はちょっとね、緩めに行こうと思います。ちょっと暖かくなってね、もう僕常に眠い状態が続いてるセルゴージでございます。これなんですけど、ジェット大輔さんがですね、アマゾンの箱の山がね、うちに あるということで、それをヤマゾンっていう風に呼んでいらっしゃいますけれども、そのアマゾンの箱がね、どん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 届いて、開けてないままのやつがこうぶわっと溜まってくるんですよ。どうしてもあ、これ買おうこれ買おうっていうね、面白いと思ったらこう買っちゃったりと、そんな山が出てきちゃう。で、僕の家にもね、そのヤマゾン的な、ジェットさんほどではないですけど、そのヤマゾン的なものがありまして、その中の一つですね、これ、宅急便って書いてありますけど、これね、ちょっと開けていきたいと思います。これね、去年買ったんですよ。で、何入ってるかっていうのは大体分かってるんですけど、まあちょっとなんだかんだあって、ずっと開けてなかったです。で、もう今年2013年の4月になっちゃいましたからね。これいつ買ったかちょっと忘れちゃったんですけど、多分中に、領収書とか入ってると思うんで、ちょっと確認してみたいと思います。俺なんでこれずっと開けてなかったんだろう。まずはこちら、ザー、ほんとね、ずっと開けてなかったんですよ、これ。よし、わかる人はわかる。シュアーのSM58 っていうね、これマイクです。マイク、ダイナミックマイクっていうのかな。初めて僕マイク買いました。これを買いました。そしてここに、これはなんか別で買ったのかな、ちょっとよくわかんないですけど、このマイクのなんかケーブルですね。そしてザーシャースダーン。ゆるいね、ゆるい商品紹介。昔ね、僕の動画こんな感じだったんですよ。たまにはね、こういうゆるいのもやってみようかなと。あ、開かねえんだよ、開かないんだよ。よし、ザッシュ、よし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 、はい、出ました、ダーン。わかりますかね、ローランドのクワッドキャプチャーっていうね、そう、オーディオインターフェースでございます。これと、これ、そしてケーブルを買ってね、まあこれセットね、見てもらえば、まあ僕が何をしようとしていたのかっていうのは大体わかるかと思うんですけど、まあ音をね、そのパソコンとかにつないで、まあ綺麗に撮ろうとしていたわけです。これがオーディオインターフェースっていうものです。これがマイクなんですよね。で、何をしようとしてたかっていうとですね、僕は劇団で生放送とかをね、やっててですね、前はスティッカムとか、あとユーストリームとか使ってたんですけど、今はね、ツイキャスになっちゃって、こういうものが全然必要なくなっちゃったんですけど、昔はね、僕ちょっとね、ちゃんと生放送やろうかなと思って、こういうものを使って、パソコンにつないで、です、これにマイクをつないで、これで高音質な音を取って、パソコンの中にこうね、入れて、それをこう配信してね、音質のいい配信をしようと思ってこれ買ったんですけど、結局今ツイキャスになっちゃったんで、まあいっかと、 iPhone1 個あればできるみたいな感じになっちゃってきましたからね。まあ特に必要なかったな。スーンあれスーンね、適当ですよ今日は。はい、スーンうーすや、はい、スーンうーすや、はい、スーンうーすや、はい、スーンね、はい、これです。で、中にね、イケベ楽器店さんで買いました。これいつのだろう、これ2012年7月27日注文ということで、去年の夏ですね。買ったものはローランドクワッドキャプチャー UA55 と、シュア SM58LCE マイクセット。これセットなんです。セットなんだね、これとこれはセットだったんだね。はい、まあ、ちょっと開けましょうか、開けましょう。これね、 SM58 ってね、これ多分ね、音取り用とかをする方からしたらもう超有名マイクね。ちょっとね、ピント合わせ直していいですか。はい、超有名なね、お、それ買ったんだみたいな、ゴッパチとか言うのかな、ゴッパチとか言うのかな、わかんないけど、なんかこれ有名なマイクです。で、これはこういう感じになってて、どういう感じに入ってるんだろうね。そして、まあなんか紙がいっぱい入ってて、これこっちこうしようか。こうやって、おお、これが多分マイクですね。マイク出してみましょうか。おお、なにこれ、おなんかこんなになってんだ、こんなになってんだね。おお、おお、マイクだー。あー、メガジャイアン、ガキ大社。うわぁ、はい、こちらでございますね。うーい、いいね、なんかね、意外と俺が思ってたより白い、もっとグレーっぽいかと思ってたけど、なんか白いね、この辺がね、白いっす。うーでですね、
これとなんかこの刺しとくやつみたいなのがこうセットになってますね。でここがなんかこんなになってて、これどっかに刺すんだろうねきっとね。であと入ってたのが、この謎のマジックテープ、謎のマジックテープと、あとこれ多分ケースですね。シュアって書いてありますねこれね。あとはこれ殻ですね。でこの大量に入ってた紙はなんかオレンジの謎の紙と、あとはなんか水色の謎の紙ですね。であと白っぽい四角めの謎の紙と、あとこれね、ステッカー的な、ステッカー的なね、シュアって書いてあるね。あと黒目の、黒目の裏白目のみたいなね。あとこれなんかデカ目の、デカ目のマイクの絵描いてあるなんかペラ目のね、ペラ目のやつですね。はい。評判良さげな普通のマイクですよね。こうやって、こうやって、タラスタタラ、ドドスコス。ね、こういうことでね。はい、行きましょう。まあすげえね、適当ですけど。はい、次これ。まあこれもね、音楽関係のね、結構詳しい方からしたら、まあ、ああ、それ買ったんだ、みたいな。お前それ買ったんだ、みたいな感じだと思いますけど、これ買いました。これ買いました。一応ね、ここになんか、スペック的なものが書いてるんで、言っときましょうか。4 in, 4 out。24bit 96kHz の同時入出力をサポート。最大 192kHz という圧倒的な高音質での録音、再生にも対応。192kHz 時はデジタル入出力はできません。ファントム電源対応の高性能マイクプリアンプ、VS プリアンプ搭載。ワンクリックで入力レベルを自動設定してくれるオートセンス機能搭載。本格的なスペックを備えながら USB バス電源駆動に対応。そう、これね、バスパワーで動くんですよ。あとは、先進のストリーミング技術で超低レイテンシー及び安定動作を実現。軽量かつ堅牢なアルミボディ、コンパクトだからモバイルにも最適。本格的な録音編集が可能となる、軽空ウォーク、ソナー LE を付属ってことですね。はい、では開けていきましょう。はい、こうなって、こうなって。はい、こうね。指令のに挟まれた、この、なんかちっけえのがね、出てきましたね。これが多分本体でしょうね。これは多分 CD-ROM とかが入ってるんじゃないかな。ペローン。ケーブルですね。これ USB の、わかりますかね、このタイプのやつです。これね。なんていうのかな、これ。はい、これね。まあ、説明書とか、CD-ROM とかが入ってます。で、箱は、箱の中からです。さあ、出てきました、本体。はい、出しますよ。てってれー。おー。なんかよくわからんぞ。はい、出ました。クワッドキャプチャーローランド。ね。こうやってね、こっちが前面になってますね。こんな感じ。こんな感じですね。こんな感じね。こうなって。こういう感じ。こういう感じです。ですね。で、これそこ。こんな感じです。はい。とりあえずね、このマイクと、オーディオインターフェース開けたんですけど、ここからね、まあ細かくこれ見ていってもいいんですけど、僕ね、あんまり詳しくないんで、多分これ、レビューしようがないような感じがするんですよ。だから、ちょっとね、もういきなり使ってみようと。これをね、いきなりもつなごう。何にも説明しよう。何にも読まない状態で、使ってみようと思います。